皆さんおはようございます。2021年6月6日フェイス合同メソジスト教会日本語部の礼拝を始めます。それでは、ご起立いただきまして賛美いたしましょう。それでは口読文詩編138を読み返しましょう。主よ、地のすべての王たちはあなたに感謝しましょう。彼らは主の道について歌うでしょう。主の栄光が大きいからです。まことに主は高くあられたが、低いものを顧みてくださいます。私が苦しみの中を歩いても、あなたは私を生かしてくださいます。あなたの右の手が私を救ってくださいます。主よ、あなたの恵みは徳しえにあります。あなたの御手の技を捨てないでください。ご着席ください。それではお祈りに移りたいと思いますが、何か祈り課題ございますか。はい、それでは心を合わせて、みんなで一緒にお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。
先週1週間が守られて、今朝愛する兄弟姉妹とともに主を礼拝することに、本当に感謝をいたします。6月に入りました。以前の生活スタイルに戻りつつあります。今日からはルールに従ってこの教会礼拝堂で皆で礼拝を守ることができます。感謝いたします。教会の活動も少しずつ本当に開かれて、愛する兄弟姉妹とともに本当に一緒に信仰を分かち合い、そしてその信仰がさらに増し加えられますように主を守り導いてください。今日は、卒業礼拝です。学校などなどを卒業して、新しい生活にチャレンジする人々に、主が守ってくださって、主が、祝福を与えてくださいますように、お祈りいたします。今日は大学院を卒業した、川北学姉がこれから証しをしてくださいます。主よ、どうぞ、学姉を聖霊で満たして、主の証しを本当に大胆に語ることができますように、どうぞ強めてください。そして聞く私たちの心を開き、柔軟にしてください。この祈り、主イエスキリストの御名によって祈ります。主の祈り。天にますます我らの父を願わくば、皆をあがめせすため、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アメン。それでは聖書を拝読します。今日与えられた箇所は、第一ペテロ5章5節から、11節。同じように若い人たち、長老に従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。なぜなら神は高慢なものを敵とし、謙遜なものには恵みをお与えになるからです。だから神の力強い御手の下で自分を低くしなさい。そうすればかの時には高めていただけます。思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけてくださるからです。身を慎んで目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。信仰にしっかり踏みとどまって悪魔に抵抗しなさい。あなた方と信仰を同じくする兄弟もこの世で同じ苦しみにあっているのです。それはあなた方も知っている通りです。しかしあらゆる恵みの源である神、すなわちキリストイエスを通してあなた方を永遠の栄光へ招いてくださった神ご自身が、しばらくの間苦しんだあなた方を完全なものとし、強め、力づけ、揺らぐことがないようにしてくださいます。力がよよ限りなく神にありますように、アメン。それでは、証し、川北姉、ね、お願いします。私の小さな頃からの夢は獣医になることでした。物心ついた頃から生き物が好きで、小学校の時にはトカゲやアゲハチョウの幼虫を学校の帰りに見つけては拾って帰って育てたりしました。大学を卒業し、獣医学部に無事受かり、獣医学生としての生活がスタートしました。最初はワクワクな気持ちでいっぱいでしたが、それと同時に今までに経験したことのないくらい大変な日々が続きました。最初の2年間は動物と触れ合う機会はあまりなく、中間と期末テストのための勉強と
授業についていくので必死でした。短大、四大の時も十分勉強は大変でしたが、それには比にならないくらいの勉強量でした。ストレスに負けた私は毎朝3時に目が覚めてしまい、心臓がバクバクして涙が止まらなくなるという生活が数ヶ月続きました。体力的にも精神的にも限界だったので、学校を休学することを選びました。その時の挫折感と不安感は今でも覚えています。希望の四大にも獣医学部にも受かり、何不自由なく生きてきた私にとって初めての挫折経験でした。この経験から学んだことは、自分の我の強さとプライドの高さでした。獣医学部は卒業さえできれば、獣医になった時に成績なんかあまり関係ないということを頭では分かっていても、クラスの人から頭がよく思われたい、クラスのトップになりたいという感情を抑えることができず、結果的にその感情が自分を追い込むことになったんだと思っています。今思えばこれが一番最初に神様が私に語りかけようとしていた時なんだと思います。第一ペテロ5章5節から6節にこのように書いてあります。同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。ですからあなた方は神の力強い御手のもとにへりくだりなさい。神がちょうどいい時にあなた方を高くしてくださるためです。神様はプライドの高い人や謙遜しない者を好みません。そんな我の強いプライドの塊である私の頭をガツンと打ったのが神様でした。それから1年後、学校に戻る決心をしました。また同じように朝涙が止まらなくなったりするのではないかという不安はありました。でも前の経験から得た神様の教えを忘れないように、神様の前で謙遜であるように心がけました。第一ペテロ5章7節にこのように書いてあります。思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神があなたのことを心にかけていてくださるからです。テスト前や勉強中にふと不安になる時も、すべて神様に委ねるということを心がけました。それから2年間は何事もなく、無事に学校生活を送ることができました。自分が思っていたよりも成績も良く、やっぱり神様は素晴らしいという感情ではなく、自分やっぱりやればできるじゃんという感情に変わっていきました。すべてがうまくいっていると思っていた頃、3年生になり、ある日突然パニック発作が起こりました。最初は何が何だかわからなく、いきなり込み上げてくる不安な感情と息ができない恐怖で何もできなくなりました。いつ発作が起こるかわからない状態だったので、日常生活にも支障が出始め、友達にも気軽に会えなくなり、学校までの運転もできなくなりました。病院に行ったらパニック症候群だと診断されました。その時の私が何よりも怖かったのは、また学校を休学しなくてはいけないのか、またあの挫折の気持ちを味わわなければいけないのかということでした。この時人間の無力さを感じました。お医者さんは神様ではない、薬も効くかわからない、でも学校を休学するのはもう嫌だなど、いろいろな感情がこみ上げてきて絶望的な気持ちになりました。自分が獣医になることを神様が反対しているのかもしれないとまで思いました。でもこの時です。前の経験で少しは神様に近づいたと自分では思っていたけど、神様からしたら全然だったのです。私はクリスチャンホームで育ち、生まれた時から教会に行っていましたが、教会に行くことは学校に行く感覚と一緒でした。神様の存在を疑ったことは一度もありませんが、これといった試練もなく生きてきたので、神様との距離が縮まったこともありませんでした。パニック症候群だと診断された後は、薬も試しましたが、自分の体には合いませんでした。カウンセラーも何人か試しましたが、あまり改善されませんでした。
でも毎朝5時に起きて、30分歩いた後に聖書を読み祈るようにしました。そして自分が気に入った聖書の箇所をノートに書いておくことにしました。これがクリスチャンでありながらデボーションを一回もしたことがなかった私に、神様が与えてくださった神様と近づくきっかけです。その時に読んだ聖書箇所で何個か自分が救われた箇所があるので紹介します。箴言16章1節から3節、人は心に計画を持つ、主はその下に答えをくださる。人は自分の行いがことごとく純粋だと思う、しかし主は魂の値打ちを測られる。あなたのしようとすることを主に委ねよ、そうすればあなたの計画は揺るがない。最初私は自分で病気をどうにかしようと考えました。自分で医者を探し、薬のことも自分で調べ、処方してもらって試しました。ですがどれも私の病気を癒してはくれませんでした。そこで私は神様に全てを委ねることを決めました。自分の信仰を見つめ直すこともしました。そして神様に近づく努力をするようになりました。次の箇所が詩篇107章6節から9節、苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らを苦しみから救ってくださった。主はまっすぐな道に彼らを導き、人の住む町に向かわせてくださった。主に感謝せよ、主は慈しみ深く、人の子らに驚くべき御業を成し遂げられる。神様は人間の私たちには考えられないほどのことができます。治らないと思っている病気も簡単に治したり、痛みを取り除くことができます。最初は医学が全てだと思っていたけれど、神様はこの経験を通して信仰が全てだということを私に教えてくださいました。時間はかかったけど、徐々に私の症状は軽くなり、薬もカウンセリングもなしで元の生活に戻れるようになりました。学校側ともたくさん話をして休学は避けることができました。前は1ヶ月に数回起こっていた発作も、今では1年に1回発作が起きるか起きないかまで良くなりました。心療内科の先生も、普通は治るまでもっと時間がかかるんだけどな、どうやったらこんなに早く治るのか、論文を書きたいから教えてほしいよと言われたほどです。そして先月、無事獣医学部を卒業することができました。普通の人よりも時間も苦労も倍かかりましたが、これは神様が私に用意した試練であり、この経験を通して私を成長させてくれた神様に感謝しています。一つ、私がパニック症候群で不安な日々を過ごしているときに神様と約束したことがあります。それはこの証をすることです。そして今日こうして神様とした約束を守ることができました。最後にヤコブ1章2節から4節、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上ない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。人生には試練がつきものです。私はまた7月から獣医として働き始めたら、考えてもみなかった試練をたくさん経験すると思います。でも私たち人間の力ではどうにもならないことも、信仰を持って神様に委ねれば乗り越えられるということを忘れないで歩んでいきたいです。ありがとうございます。丸姉妹ありがとうございました。それでは、ご起立いただきまして、賛美いたしましょう。
お祈りします。今年は重田雄生兄と重田さんとこの三男坊ですね、この小さかったの卒業しました大学を。そして、まなみちゃんと2人卒業したんですけども、これからまたいろんな、なんていうんですかね、ハードルがあるんですよね、社会に出ると。そうですよね。それがですね、神様とくっついていればなんとか乗り切れて、助けられるという経験をしながらもっと信仰が成長していくのをですね、私たちは祈って支えることしかできないんですけど、それを続けてやっていきたいと思います。それではお祈りいたします。どうか願わくば主があなた方を祝福して守られますように。主が御顔をもってあなた方を照らして恵みを注がれますように。主が御顔をあなた方に向けて平安を賜りますように。アーメン。ご着席ください。報告に移ります。霊的成長のため聖書を読み祈るデボーションタイムを皆さん持ちましょう。今日からですね、ルールに従って集会が開始されます。マスク着用、体温計で熱を測って確認し、サインアップシートに名前を記入してください。スペースは空けて座り、各ルーム人数に制限があります。礼拝は15人まで、パティオは9名、礼拝が参加可能となっております。日曜礼拝は日曜朝9時、引き続き、教会ウェブサイトでも閲覧できます。過去の礼拝も閲覧できます。水曜日夜8時からズームでバイブルスタディをやっておりますので、参加希望者は、ベッキー先生まで申し出てください。今日は、卒業礼拝です。卒業おめでとうございます。重田雄生兄が、大学を卒業、それから、先ほど証しをしてくださった川北真奈美姉が大学院を卒業です。おめでとうございます。6月13日の礼拝メッセージは、エリック先生です。フェイス教会のユースリーダーとして、伝道師として10年以上奉仕してきました。7月からは、チャツワースウェスト合同メソジスト教会牧師に就任予定です。今までの奉仕に感謝をいたしましょう。6月16日水曜日のバイブルスタディはお休みです。6月17日から19日までは教団の総会が開かれます。6月4日の日曜日礼拝後11時から、私の、平松ファミリーの送別会を行ってくださるということです。感謝です。重田さんのお宅で、バーベキューランチ、サラダ、デザート、ドリンクのポットラックです。平松家、帰国しますけれども、どうぞお祈りに覚えてください。お願いします。では、以上で今日の礼拝は、終了です。